キチャンネル。じゃこんにちは。さあただいま真っ只中っていうね、はい、オープン戦、うん、まあシーズンね3月25日かな、はい、に向けてオープン戦練習試合やってますけども、はい、練習試合、うん、オープン戦公式戦の違いって何だと思います？公式戦はもうそれは一軍バリバリの優勝のもう目指してもう一番いい戦力で戦っていく試合ですよね。オープン戦は調整、うん、じゃあ練習試合はさらなる調整オープン戦に向けた調整一番簡単に言うと、はい、練習試合とオープン戦公式戦のまず一つの違いに分けられるんですよ。練習試合とオープン戦公式戦分けられるんですよ、はい、で練習試合っていうのは非認定試合です、はい、だから要は NPB から認定されてない試合ですね、はい、だからお金取っちゃダメなんですよ、うん、お客さん、はい、入場料、うん、だから練習試合っていうのはただっすね。あ、そうです、そっか、そうですね、はい、ビルのファンの人も、はい、今とかねちょっとコロナなんであれですけど、はい、あのただで見れる。でオープン戦からはお金がいるんですよ、はい、こう大きなこの見てるファンの人にも違いがあるんですね、はい、であとは、うん、練習試合っていうのは、うん、オープン戦に行く人を決める試合です。ああ要は、はい、どのチームも、はい、まあ1、まあ、ソフトバンクとかね、うん、3軍いっぱいいますけど、うん、基本的には1軍と2軍ですね、うん、ってなった時に練習試合の時に、はい、2軍のオープン戦行く選手と1軍のオープン戦に行く選手を分けなきゃいけないんですよ。あ、2軍も教育リーグっていうオープン戦が始まるんですよ、うん、はい、でもどこの球団も1軍の方が結構3分の2ぐらい1軍、はい、3分の1、2軍とかだったり、うん、比率が若干1軍の方が多いじゃないですか、はい、で2軍の方が少ないじゃないですか、うん、もしくはベテランの選手が2軍で調整してたりする、うん、けども2軍の教育リーグっていうオープン戦が始まった時に、はい、そっちも回さなきゃいけないから、うん、この1軍のキャンプにいる人たちをそっちに振り分けなきゃいけないですね、はい、そのためにやるのが練習試合です。あ、なるほど。オープン戦のために1軍2軍を振り分けるための試合っていうことですね。そう、うんうん、まずは、はい、だそこで結果が出さなかった選手は2軍のオープン戦に生かされるんですよ。はい、だからじゃあ1軍のオープン戦っていうのはほぼほぼじゃあ、まあ、ほぼほとんどですけどこれから公式戦も1軍ででもそれで行って、はい、でまたでそこからまた入れ替えがあるからね、まあ、そこで調整そこでその、うん、でまたオープン戦になりました、はい、でオープン戦っていうのは、まあ、基本的な大枠としては、うん、開幕1軍を決めるサバイバルですね、はい、でもオープン戦始まった時に2軍からの入れ替えもあるから、はい、ここはまた引き続き決まるんですよ、うん、でも練習試合はもう自動的に2軍に行かされるんですよ、はい、そっちに人がいないからね、うん、でオープン戦始まると、まあ、試したい選手の入れ替えとかもあるけどももうサバイバルでダメ入れ替え、はい、だから練習試合って入れ替えじゃないんですよ、うん、自動的に行くそうなんです、ね、人がいないからね、はいはい、チームによったら、うん、でオープン戦だったら入れ替え、はい、行われてやるんだけども、まずこれ何回も言ってるけど、うん、練習試合オープン戦でまだ自分たちのポジションが決まってない人はもう結果重視ですね、うん、もう結果にこだわってやらなきゃいけないから、はい、何かを試すとか、うん、何かを練習するとかっていうのがしにくいですね、はい、個人的には、うん、そのチームから やれって言われたらやりますけどね、うん、だからキャッチャーとしてもそういう立ち位置のピッチャーが来た時には公式戦と同じような配球です。もう試すとか、はい、だから相手を試すっていうのもないです、うんうん、本当は試したいですよ、はい、でももうこいつを抑えてやらないと、うん、今日2軍落ちの可能性あるから。あ、そっか、そっちの目線で、うんうん、でも全力のリードです、配球です、はい、もう自分の公式戦と同じように、うん、自分の持ってるデータを駆使して 100% を抑えるためだけの配球、うんうん、へー、もう試すとか試さないとか全くない。それでそのピッチャーのその今シーズンの1軍2か2軍2かが決まっちゃうじゃん。最初決まっちゃうわけよ、うん、それでもうそのもし今日1点でも取られたらとか俺らが知らないだけで、うん、このオープン戦練習試合が最終テスト登板っていう可能性もあるのね、うん、はい、だからもう1点でも取られたら2軍2かされるかもわかんないから、うん、もう超真剣配球、もう絶対打たせないように、はい、でその中で新戦力とか新外国人とかいた時には、うんうん、打たれても評価下がらないように監督コーチに先言う。こういうの試してみてもいいですか？こういうの試して
試した方がいいと思うんですけどどうしますみたいな、その代わり打つかも分かんないけど、はい、こいつの評価が下がるんだったらやりませんっていう、はい、あ先にもう前交渉しとくんですね。そうそうそうじゃと勝手にやって、うん、なったらかわいそうじゃん、はい、俺の中では行きたいけどそれを俺は勝手にやって、うん、万が一ホームラン打たれて、うん、こいつの評価が下がって、はい、2軍に行かされたらかわいそうじゃん、うん、俺にとったらいい勉強だけど、はい、こいつにとったら一生かかってるから、うん、その時はもう監督コーチに、はい、とかコーチに言って監督に聞いてもらったりしながら確認した方がいいと思うけど、はい、打たれる可能性もあると、うん、評価が下がるんだったらやらないけどどうしますっていう、はい、うん、あそれもう選手のためにはすごい大事ですね。そう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 しないとかわいそうだからね、はい、それによって、うん、あのもうあの抑えに行ってやってっていう時は抑えに行くし、はい、あじゃあ試していこうかって言ったら、うん、打たれてもいいことを試すっていう、はい、その代わり評価が下がらないようにするっていうのもするんだけど、うん、逆に開幕に向けた主力クラスの時は、はい、もう打たれてもいいからだってそう地位が落ちないからね、うん、その選手は、はい、だからもうためめっちゃ試すこと重要。新しい球種とかとか新しくやってきたこととか、はい、不得意なことを中心にもうフォアボールになってもいいから、うん、打たれてもいいからそれを試してみて、うん、キャンプで練習したことが実戦に使えるかどうかをやる、うん、あのたまに去年めちゃくちゃローテーションを守って何勝もしたっていうピッチャーがオープン戦でめっちゃ失点してるじゃんっていうことってあるわけですよ、うんうんうん、それってじゃああまり不安にならなくていいってことですか。全然いいよ。でもしくはもうあの得意球種とか使わなかった今日はもうこれだけしか投げないからもあるからね。ああそうなんですね。今日もまっすぐとスライダーだけみたいな、うん、もうフォークとか投げないからみたいな、はい、ってもあるから、うん、もう全然気にする必要も全くないまだ、はい、うん、その時期はね、はい、とかこれをさっきも言ったようにバッター知りたいってなったら、うん、別に許可をもう取ることなく、はい、それを試して勉強、打たれてもいいから、はい、だって揺るがないからね、うん、っていうところもやるから、はい、だからそのねそのオープン戦の時期に、うん、あのその袴先生言ったように、はい、うわめっちゃ打てるけど心配も必要ないし、はい、逆に言ったらあのピッチャー打ったからって言って喜んでる場合でもないって。ああなるほど。あすごいこうルーキーあのビッグ投手からヒット打ったよっていうのも、うん、そうそう打たないより打った方がいいけど、はい、打たしてもらってるパターンあるからね。あただ試し球の可能性もあるわけですね。そうそう打つ俺らは抑えることよりも打つことの方を知りたいんだよ、うん、はい、こういう風に打つんだとか、うん、あこういう風な得意なんだ苦手なこととか別に知りたくないの、うん、はい、打つこと知りたいから打つかどうか試すとあ打つんだなって思ってるだけで、うーん、まあ、それ打たないより打った方がいいよ、はい、でもあの打ったじゃなくて、うん、打たしてあげてるっていう、ああなんか打てるんですね。あそうそう、あここだ、あこうだ、あ打つんだ、あ、うん、じゃあ公式戦始まったらやめようみたいな。あなるほど、うん、試しですね。そうそうそう、うんうん、っていうところの確認作業もあるね、うん、はい、だからバッターでも、うん、もう結果残していかなきゃいけないのは、はい、もう必死だね、うん、やらなきゃいけないから何本打ったかとかで全然変わってくるわけです。そうそうそう、でも開幕に向けていくんだと、うん、もうあじゃあ今日はちょっとこの打席はもう反対方向ばっかり打つのだけ練習しようとか、うんうん、わざと追い込まれて、はい、2ストライク追い込まれてからのバッティングの練習しようってなるとわざと追い込まれたりとか、はい、ちょっとこの打席はスライダーだけ狙っていこうとか、うん、このじゃあそういうもう思い切打てなくても思い切ったことやるっていう、うん、あとフォームをちょっと変えたからそれ試してみようとか、はい、っていうのを主力クラスはやるけど、だから別に打てなくても大したことないという。そうですね、心配することもないんだよ、はい、じゃ心配になるじゃん、うん、なりますなります。でも別に心配することないんだよ、だ試してるだけだから、はい、ダメだったらやめるだけだから。レギュラー争いしてる選手はもう1本2本が大事ってことだよね。大事、もうそんな試すとかわざと2ストライク追い込まれてからバッティングしようとか言ってる余裕ないからね。そうですね。うん、だそういった大きな違いがあるんだよ、はい、だから結果がに、うん、関係ない人もいればめちゃくちゃ関係ある人もいるから、うん、結果だけで一喜一憂もできないし、うん、結果が出ないからって一喜一憂することもないの。よくこうオープン戦ってこう今日どうだったかなとか、うん、成績見たりすると、うん、全然打ってないじゃんこの人とかこう思いますけど、やっぱこっちも見る方もあどういう立場の選手なのかって見極めないと、うん、あれですね、意味が全然変わってきますね。今レギュラー狙ってるとか一軍生き残りをかけたやつが全然打ってなかったら本当にやばいね、うん、はい、そういうことですね。もう本当レギュラークラスがとか浅村とか、うん、はい、ね、あの源田とか坂本とか、うん、はい、まあ、打ったらやっぱ打ったらでいいよ、うん、でも打ってないからって言って別にそれを悲観することもなければ、はい、やってるのも試してるだけだから、うん、打ててなくても別に何のあれもないのよ、うん、で最後の、まあ、5試合ぐらいで開幕に向けてしっかり調整していこうみたいな感じなの。じゃ最後の5試合ちゃんと打ててるか打ってないかとかが一番こう、でも打ってなくても別に開幕に向けての調整だから、
出たら出たらでいいけど、はい、出すぎても不安になるのよ、オープン戦結果。なんかオープン戦ってめっちゃ調子いいと公式戦とか言われること多いですね。そうそうそう、出なかったら出なかったでも不安になるけど、うん、出たら出たらでも不安になるから、うん、やるべきことをできてるかどうかだけが大事だ、レギュラークラスは。自分との対話ですね。そう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 、だからそういったところもあるから、うん、じゃあチームの順位も上にいるからって、はい、まあ負けるより勝った方がいいけど、はい、別にそれもろ手挙げて喜ぶこともでもないし、うん、下にいるからって言って別にそんな悲観することもないんだ、はい、だチームだって、うん、それバンドとかエンドランとか、うん、それも勝ちに行く作戦なんてしないからね、うん、だから試しでエンドランやってみようとかこういうの作戦しようという試しでやってるだけだから、うん、それがうまくいかなかったところでその選手と一緒で関係ないんだよ、はい、うん、そうですね、うん、あんまりこうオープン戦結果に悲観になることはないですね。全くないよ、ね、しかもよ、うん、はい、オープン戦最下位になると、うん、まあ、20% 弱の確率で優勝する確率あるから。おー、そう、なんか出しましたね、そういうデータ。そうそう、あの里崎チャンネル調べによると、はい、オープン戦最下位になったチームはあの去年もヤクルトがオープン戦最下位で優勝して、はい、うん、で一昨年も巨人がオープン戦最下位で優勝してるんだよ、はい、だからここでちょっと比率が、それまでは1割の確率だったんだけど、はい、ちょっと確率上がって、うん、まあ、多分2割前後ぐらいの確率でオープン戦最下位だと優勝するっていうね、里崎調べがあるんですよ。か8割前後の確率で B クラスですけどね、 B クラスが優勝なんですよね。そう、2位3位は絶対ない、はい、ですね。ちょっと今どこだろう、最下位。今日3月7日、はい、ところではオープン戦最下位がヤクルトです。おー、1勝4敗1分け、はい、で10位が同率で西武とロッテ、はい、1勝3敗で1位が日本ハム6勝1敗1分け、 DeNA も同率1位です、はい、うん、今日3月7日現在ヤクルトです。うーん、まあでもどこまで5試合前後しかやってないからね、そのオープン戦っていう形ではね、はい、うん、で日本ハムが1位なんですね。そう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 、ね、うん、だからそのね、最下位でも悲観することはないって。そうですね、 20% 前後の確率で優勝します。こうやって見るとヤクルトがオープン戦最下位なのにまたシーズン優勝するんじゃないかってちょっと思ってきちゃいますね。まあでもどうなるか、ここからまたね、最下位争いあるからね。そうですね、うん、はい、でもなったにでも2位差いないよ。2位差いないですね、うん、優勝か B クラスなんですね、うん、そう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 、はい、でまあそういうのも含めてね、まあそこまでね、その選手の今の立ち位置の違いを見ながら、うん、はい、そういう数字とかを見ていくと、うん、さらに面白くなるんでね、はい、ぜひチェックしてもらいたいですね。はい。